ジャック・フランク・ポーティアス・コークは、イングランド、ロンドン郊外のカーシャルトン出身のサッカー選手。プレミアリーグ・バーンディー FC 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。9歳から、チェルシー FC のアカデミーに所属。ユースチームではキャプテンを務めていた。2006から07シーズンからレンタル修行という、形で、フロリダチャンピオンシップのチームやリーグ1のチームに移籍。 2007年夏にチェルシーのアメリカでのプレシーズンツアーに参加。2009年8月21日にチェルシーと契約延長した後、すぐにコベントリーシティ FC に半年契約でレンタル移籍した。2010年2月1日にバーンリー FC にレンタル移籍し、2010年5月9日の最終節のトッテナム戦ではプレミアリーグでの初ゴールを記録した。 2011年7月7日、サウサンプトン FC に完全移籍した。2011から12シーズンには、フットボールリーグチャンピオンシップクラブからプレミアリーグへの昇格に貢献。2014から15シーズンは12試合に出場するも、先発は5試合と出場機会が減っていた。サウサンプトンでは127試合出場3ゴールを記録した。 2015年1月30日、スウォンジーシティ AFC に完全移籍した。2015年4月25日に、入滑するユナイテッド戦にて、スウォンジーでの最初のゴールを決めた。2ゴール目は1年後の2016年5月1日のリバプール FC 戦で、20ヤードの距離からのシュートだった。2017年7月11日、バーンリー FC に復帰し、4年契約を結んだ。 イングランド代表として、各年代の代表で定期的に呼ばれ、U-19 ではキャプテンを務めたこともある。2017年11月7日、ドイツとブラジルとの親善試合のために、イングランド代表のチームに呼ばれた。2017年11月10日のドイツ戦にて86分からの途中出場にて初出場を飾った。ありがとうございます。